ます。キラット国内にあるベルタワーは全てパガンミー様の所有物であり、タワーの既存は重罪に相当します。ベルタワーに登ろうとする者を目撃した場合、直ちに最寄りの王立軍代表者に報告願います。キラットの民にミー様の慈悲のあらんことを。社会広報調和省からの発表をお伝えします。王立軍のパトロールの目的はキラットの国土と国民の安全を確保することにあります。パトロール隊が接近した時は進入を妨げないように気を分け、むやみに動かないようにすること。パトロール隊の命令はいかなるものであれ即時従うこと。これに違反すると深刻な結果を招く恐れがあります。
にはならないんだ。応答しろ。エイジ、ゴーパルだ。新たな物資の補給場所を送る。敵幹部の手下が受け取る前に荷物を奪ってくれ。幹部の手下？ホールハーモンかムーアか、この地域を仕切っているやつだよ。その兵隊のことを言ってるんだ。通信終了。入手した。よし、その調子だ。最後の荷物だ。素晴らしい。指定の場所まで運んでくれ。
ああ、物資を持ってきたぞ。ありがとう。ゴールデンパスはいつも世話になってるな。手伝ってくれたことをお偉いさんに知らせておくよ。これからの世代のためにこの国を世界に名だたる大国にすることです。ゴールデンパスはその偉大なる業績を水の泡にしようとしています。皆でパガンミン様を支え、ゴールデンパスを殲滅しようではありませんか。ギラントのためにミン様の慈悲のあらんことを。着いたぞ、車を止めろ。有罪とみなされた者には
あなたに感謝しなきゃ。これで仲間たちに声が届くようになった。辺りに物資が送られた。位置情報を送る。敵幹部の鉄砂が受け取る前に奪ってくれ。了解。
回収いいぞ、あと一つだ、慎重にやるんだ。気にしないでくれ。速やかに指定地点まで届けてくれ。補給品はゴールデンパスには送るのか？まだだ。作戦に向けて物資を蓄えているところだ。それ以上のことは言えない。
アミータ、情報を入手した。オーケー、エイジ。他のキャンプに行ってみて。
首を跳ねてやるからな。ナイフを抜いたぞ。次に抜くのはお前の血だ。アミータ、ここは全滅だ。畜生、いい兵士だったのに。無駄死にじゃなかったわよね。情報は手に入れた？寺院か何かの地図だろ。了解、エイジ。重要な情報かもしれないから確認する。それとありがとう、信じてくれて。